テイン。株式会社テイン、英語表記、テイン、インクは、神奈川県横浜市に本社を置く、常用自動車及びモータースポーツ用自動車のサスペンション製造販売会社。テインの社名の由来は、最新の技術で最高の製品をリリースしていくというポリシーから、テクニカルイノベーション、テクニカルイノベーション、技術革新のそれぞれの等2文字を組み合わせ、 てーんと命名されている。設立は1985年2月。設立当初は完全受注でショックアブソーバーを製作していたが、1990年からはテ員ンオリジナルブランドで製品の製造、販売を開始。1995年に一般車でもサスペンションを自由に交換できる、容器性緩和が行われると需要が一挙に高まり、 アフターパーツメーカーを代表する企業へと成長した。2002年には ISO9001 の認証を全事業所で取得し、また j a s d a ク上場も果たしている。その後、TEN USA, INC, TEN UK Limited, TEN 国益有限講師、TEN ブリキ製作り有限講師エンセールスシオ LTD などを設立し、海外にも積極的に進出している。 代表取締役社長の市野氏と専務取締役の藤本義郎は共にラリー最高峰の世界ラリー選手権 WRC に出場した経験を持ち特に藤本は日本人として初めてトヨタ自動車のワークスチーム出るトヨタチームヨーロッパ TTE のパーマネントドライバーに抜擢され1995年にはサファリラリーで 日本人初の総合優勝に輝いているほか、1998年にはアジアパシフィックラリー選手権エイプクのドライバーズチャンピオンを獲得している。現在でもテインとラリーとの関係は深く、世界各地のナショナルラリー選手権をサポートしている。プロダクションカー世界ラリー選手権 PWRC には充実したサポート体制を敷き、2008年最終戦では、 優勝を飾り、GRB 型、インプレッサの初優勝ともなった。その後は2010年、2011年と連続してシリーズ2位を獲得するという好成績を収めた。2008年には、世界一過酷なラリーとして知られている、アフリカラリー選手権に代表取締役社長である市野氏が、小ドライバーとして参戦し、ドライバーの三好秀正と共に、日本人初となる。 シリーズチャンピオンを獲得するという快挙も成し遂げた。その他にも、フィンランドラリー選手権では2008年から2011年まで4年連続でシリーズ優勝を獲得。2010年には、イギリスラリー選手権、ノルウェーラリー選手権でもシリーズ優勝を獲得している。2013年には、ヨーロピアンラリー選手権、アークフィンランドラリー選手権、エイタックラリーマスターズ。 ドイツ国内ラリー選手権、ロシアラリー選手権の4選手権でシリーズ優勝を獲得し、4巻の快挙を達成した。また、日本国内のモータースポーツでは、会 D2 型シビックワンウェイクレースの初年度に、西、東、インターの全シリーズ優勝を獲得するなど、世界各地でモータースポーツでの活躍は著しい。現在でも全日本ラリー選手権や全日本、 ダートトライアル選手権、タイランドスーパーシリーズ、中国ラリー選手権、中国ツーリングカー選手権などを中心に活動を行っている。代表取締役社長の市野氏は、2017年現在も、現役で全日本ラリー選手権にコライバーとして参戦を続けている。また、海外市場への販売拡大のため、2008年2月に、店員 USA アトランタ営業所、 テインミ US ー USA, Inc. East b r a n c を設立。2008年4月に、テンゴ・香港有限公使テーミホンコン・リミテッドを設立。また2009年5月には、中華人民共和国北京市に、資材調達の調査、調整を目的とする、テンゴ・エント国際貿易、北京有限公使を設立。2013年2月に、 中華人民共和国内での営業活動拠点となる子会社天護遠東国際貿易北京有限講師講州文講師を広東省講州市に設立2013年11月に初の海外生産拠点となる子会社天護原ブリキ製作りチャンス有限講師を中華人民共和国チャンス省宿線市蘇州宿舎工業園区に設立 2014年、タイにテインセールス仕様、LTD を設立している。車高中については、スポーツカーはもちろん、コンパクトカーやミニバン、SUV に至るまで、あらゆる車種に対応しているが、旧車やマイナーな車種など、既存のラインナップにない場合は、ワンオフ、中にて制作に応じている。テインの広告やイベントに登場する、マスコットキャラクターで、 ショックアブソーバーがモチーフとなっている。大きな目、緑色の体、背中に別タンクを背負っているのが特徴。2000年に社内公募でデザインが決定され、多くの方にサスペンション製品やカスタマイズカーの文化に親しんでいただきたいという思いが込められている。ダンパッチのガールフレンド。ピンク色の手でスカートを履いていて、頭には花飾りがついている。 ダンパッチと同じ大きな目には女の子らしく長いまつげがある。ただしダンパッチと違い背中に四次元別タンクは背負っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。